座れ。それでどういう知り合いだ。知り合いってほどでもない。言葉を慎重に選べ。私たちの信頼に関わるだろう。地獄に落ちろこのクソったれ。あれ、落ち着いてください。そうかよ、わかった。いいさ、話せ。命令には従わない。ラスアルマスでは犬でさえ私には吠えないしね。彼女は元軍人だ。一緒に働いていた。部隊は違えどユニットは同じ。あんたは荒くれ者ばかりのロス・バケロス。私の部隊は精鋭揃いだった。ラ・アラーニャの息子を襲撃するまではな。あれはよく覚えてる。彼女のチームはラ・アラーニャの用心棒を追い出し流血沙汰が起きないようにするはずだった。その通りにやったでしょ。まさかお前自身が用心棒だったとはな。何事もなく彼を山まで送り届けた。それで流血沙汰も防げたし。奴は刑務所に行くはずだった。つまり奴を消して後側に座った。私は権力の真空を作り、それを埋めただけ。ここには私が必要だ。ラスアルマスには兵士が必要だ。殺し屋じゃない。お前はな、軍の名を怪我したんだよ。兄弟も裏切った。なぜこんなことを。あんた傭兵ならわかるだろう。仕事を断ればライバルに渡る。お前は麻薬組織のボスでテロリストをかくまってる。テロはビジネスにとって好都合なの。保険になる。どういう意味だ。あんたいつからそんなふぬけ野郎になっちまったんだよ。目を覚ましな、アレハンドロ。テロとの戦いがある限り真の麻薬戦争は起こりえない。テロリストやミサイルを見つけるために私が必要になるし、流血沙汰も防げる。いや、俺は降りる。目的は変わらないぞ。耐えられちゃうんだよ。さあ、彼女と取引はするな。わかったな。お前の手の内を明かしてもらおう。ミサイル、その標的、ハッサンの居場所だ。10秒以内に答えないと傭兵と軍隊の違いを思い知らせてやる。いいな。標的は知らない。運び屋は運ぶだけ。ミサイルの行き先なら教えられる。戻ったらハッサンの居場所を言おう。その代わり私を解放してラスアルマスから手を引いて出て行きな。いいだろう。それまでの間お前はここにいろ。尋問によって得られた座標からメキシコ湾の400海里沖に石油リグがあることを確認した。リグは現在稼働しておらず、密輸の受け渡し拠点としてカルテルに利用されている。そこから北西500メートルに貨物船も停泊している。船からリグに大型コンテナを運んでいる作業員が確認された。コンテナはリグの高所に設置されている。おそらくこれがミサイルだろう。タスクフォース141、バルガス大佐、シャドウカンパニーが3艘のボートに分乗し、両ターゲットを同時に襲撃する。ゴーストは船を襲撃するチームを率いろ。グレイブス、ソープ、アレハンドロはオイルリグのミサイルを解除してくれ。武器を持つ者には一切容赦するな。命令は全ての脅威の排除だ。リグが見えた。よし、あれがターゲットだ。シャドウ、ワンとツー、フックポイントに向かえ。各自侵入しろ。そういえ、船が見えた。了解、銃撃用意、通信を維持しろ。バレリアの情報だ。乗り込んで掃討し、ミサイルを解除する。嘘だったとしたら。あいつは終わりだ。俺たちもな。油断するなよ、罠かもしれない。指揮官、準備できた。了解、取り掛かれ。ルックよし、取り掛かれ。シャドウ確認。ミサイルはこの上だ。完全に封じ込めたい。
そうか、そうどうするんだ。クリアだ、部屋を出る。ラジャ、シャドウワンは南東の階段へ移動する。行けよ。オールクリア。上に2人。クリア。バルコニーのドア、上だ。こっちはメインデッキに移動中。状況は？シャドウ3と乗り込むところだ。ラジャー、進入。ワンダウン！フラッシュを使う！俺たちがいると知られたな。もっと急ぐべきだ。シャドウ各員、強行突破しろ。コンテナを調べるんだ。了解、行くぞ。シャドウ1、陸から照明弾が上がった。そっちの状況はオーバー。ロスト、船に合図を送ってる。ミサイルを発射する気だ。第1段階だ、まだ間に合う。シャドウ各員、ミサイルはヘリパッドにある。あの船の上だ。指揮官、ミサイルが起動した。制御装置が船のどこかにあるはずだ。命令を遂行しろ。発射を止めるんだ。アレハンドロ、監視を代われ。ソープは俺とあの船に乗り込むぞ。援護は俺に任せろ。フックをかけろ。総員に告ぐ。ミサイルの制御装置を確認する。繰り返し、ミサイルの制御装置がブレイチにある。了解だ。よし、行くぞ。トースト、こちらゼロワン。海面を移動してそっちに向かってる。了解だ。こっちは敵から攻撃されてる。着陸地点は危険だ。ラジャー、デッキに出たらブリッジへ向かえ。ディナ、制御装置を確保しミサイルを止めるぞ。どうやって乗り込む？タラップを使え。つかまれ、クッソ。遊撃戦と行こうぜ。ブリッジにある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 。ブリ
地の入り口が見えた。了解、制御装置は中だ。よし、下がれ。こちらシャドウ1、ブリッジの入り口を爆破する。3、2、1、爆破。シャドウ確認、ブリッジに向かえ。ゴー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 。廊下を進め。進め、ソブ。次の部屋を相当しろ。確保。どうだ。どうだ。ソブ、お前を待ってる。ブリッジに向かうぞ。こちらシャドウワン。2階へ移動する。コンタクト。廊下を使って回り込め。はい、クリア。クリア。廊下はクリア。よし、制御装置があった。接続する。さあ頼むぞ、言うことを聞いてくれ。くそ、解除できない。なぜだ。手遅れだ。中止コードはないのか。ああ、この段階では無意味だ。ゴールドイーグル指揮官へ。こちらシャドウ1、ミサイルはブースト段階にあり、間もなく発射される。聞こえるか。了解シャドウ、解除できないなら破壊しろ。了解指揮官。スタンバイ。ソープ、制御装置を頼む。一緒にやるしかない。時間がないからさっさとやるぞ。ソープ、二人必要なんだ。設置機関、こっちは準備をし、命令は。ダルコードを入力し、ペイロードを打ち込め。ダルコードって？発射後の爆破コードだ。ミサイルで石油リグを破壊しろ。アレハンドロはシャドウと戻れ。総員へ、リグを離れろ。繰り返す、リグを離れろ。ラジャ、残り時間は？あと1分。了解、移動だ。よし、ソープ、制御装置を頼む。ログインをバイパスするためにモードに入る必要がある。ソープ、クリアとモードキーを同時に押せ。できた。待てよ、どうなってる。ちょっとした技術がいるな。 OK、 1列目、2行の最後に何が表示されているか教えてくれ。C だな、チャーリーの C だ。完璧だ。ニューオーリンズに向かってる。そうはさせない。ターゲットが更新された。エグゼキュートキーを押せば設定完了だ。軍曹、俺たちの成果を見てみようぜ。来たぞ。総員へ、衝撃に備えろ。ミサイル発射。大丈夫か。なんて言った。あんなの魔法じゃないぜ。無事か。ああ、そっちは大丈夫だ、兄弟。ゴールドイーグル指揮官、こちらシャドウ1、命中だ。ミサイルとリグを破壊した。了解だ、シャドウ1、よくやった。現場を離れて帰還しろ。ソープ、ゴースト、君たちにも感謝しよう。ラジャー指揮官、帰還しようぜ。Ha ha ha.